のイケメン俳優が仮面ライダーデオーのキャストをまとめました。2007年から2008年にかけて放送されていた仮面ライダーデオー。仮面ライダーデオーといえば電車がモチーフになっていることは有名な話ですが、そんな仮面ライダーデオーにはあのイケメン俳優がキャストで出演しているんです。今回は仮面ライダーデオーのキャストをまとめてみました。仮面ライダーデオーとは今から約10年前に放送されていた仮面ライダーデオー。仮面ライダーデオーは電車かけるおとぎ話に出てくる人物がモチーフの仮面ライダーとして人気を集めました。仮面ライダーデオーは2007年と2008年テレビ朝日系列で放映された特撮テレビドラマ作品および作中で主人公が変身するヒーローの名称である平成仮面ライダーシリーズ第8作である。キャッチコピーは時を超えて俺参上、時の列車伝ライナー、次の駅は過去か未来か、主人公の性格は臆病、そんなんで怪人と戦えるのでしょうか。臆病な仮面ライダー、仮面ライダーデンオー大丈夫でしょうか。それでは早速仮面ライダーデンオーのキャストをご紹介していきましょう。仮面ライダーデンオーキャスト1、主人公野上良太郎、佐藤健。キャスト1人目は主人公野上良太郎です。仮面ライダーデンオーキャスト主人公は佐藤健が演じていました。そう、あのイケメン俳優佐藤健はブレイク前に仮面ライダーデンオーで主役を果たしていたんです。ご存知ない方も多いのでは。仮面ライダーデンオーキャスト主人公野上良太郎について、野上良太郎、演じ佐藤健、1988年12月26日生まれの18歳19歳、一人称は僕、得意点の特性を花に認められ仮面ライダーデンオーとなる。デンオーをフラットライナーフォーム以外になって戦う際は憑依イマジンに追うところが大きく、良太郎本人の体能力の低さや打たれ弱さもあって史上最弱の仮面ライダーと言って差し支えないが、総合力では引けを取らない劇中最多のイマジン憑依を受けており、メインのイマジン4人に加えてジーク、デネグ、ゴーストイマジンの計7体に憑依された。憑依されるとその都度性格が変化する。仮面ライダーデンオーに変身する主人公、とてつもなく不運続きの人生を送る男。毎日が不運のオンパレードであり、ほとんどの時間は何かに巻き込まれて翻弄されている。仮面ライダーデンオーキャスト主人公野上良太郎を演じる佐藤健について、名前佐藤健、生年月日1989年3月21日生、出身地埼玉県、血液型 A 型、言わずと知れたイケメン俳優で、ドラマや映画、CM に雑誌など、幅広く活躍をしている期待の俳優さんですね。平成仮面ライダーシリーズ第8作、仮面ライダーデンオーを連続テレビドラマ初主演し、また、劇場版仮面ライダーデンオー俺、誕生、で、映画初出演、初主演した仮面ライダーデンオーキャストに、ヒロイン、花、白鳥ゆり子。仮面ライダーデンオーキャスト2人目は、ヒロイン、花です。仮面ライダーデンオーキャストヒロイン、花役は白鳥ゆり子が演じていました。仮面ライダーデンオーキャストヒロイン、花について、花、演じ白鳥ゆり子、19歳、彼女も得意点でデンライナーのオーナーと契約してイマジンを追っている。2007年に落としたパスを拾った良太郎が得意点だと気づき、デンオーに変身させる。デンオーやイマジン、デンライナーのことを全ては知らない。本来は未来の時間で暮らしていたが、カイやイマジンらの2007年への介入により、その時間が消滅して居場所を失ったため、イマジンを強く憎んでいる。しかし桃太郎すらのことは共に戦ううちに大切な仲間と認めるようになる。デンライナーの乗員の一人、良太郎に取り付いたイマジンたちを仕切っている。仮面ライダーデンオーキャストヒロイン、花役を演じる白鳥ゆり子について、白鳥ゆり子、プロフィール、愛称ゆりりん、白ゆり、生年月日1983年4月29日、出身地日本、宮城県仙台市、血液型 O 型、2004年4月17日、女優を目指して上京、メジャーデビューまでの間、スーパーマーケットの試食販売員、スポーツショップやレンタルビデオ店の店員、イベントコンパニオンなどのアルバイトをしながら、舞台やモデルなどの活動を続けていた。現在は実質上の引退状態にあるようです。仮面ライダーデンオーキャスト2号ライダー桜井優と中村雄一。仮面ライダーデンオーキャスト3人目は
2号ライダー桜井優斗です。仮面ライダー電王キャスト、2号ライダー桜井優斗役は、中村雄一が演じていました。仮面ライダー電王キャスト、2号ライダー桜井優斗について、桜井優斗、演じ中村雄一、愛理の婚約者と同姓同名を、名乗る青年、一人称は俺、ある人物からゼロライナーを預かり、契約したイマジンデネブと共に、時の運行を守る使命を担う。劇中では、愛理以外は彼を優斗と、愛理の婚約者である方を、桜井さんと区別して呼称しており、本記事でもそれに従う。その正体は19歳当時の桜井優斗、現代の桜井がデネブと、過去の自分と共にイマジンと戦うという、契約を交わして優斗に、ゼロノスカードを授け、分岐点の鍵である愛理をイマジンから、守る使命を与えられた。突如消息を絶った愛理の婚約者、桜井優斗の若かりし頃の姿、桜井が契約したイマジンの、デネブとゼロライナーに乗り、行動を共にしているが、力関係ではデネブよりも上、ゼロノスに変身するたびに、自分の存在が消えていくことを、知りながら、時の運行を守るため、ゼロノスとしてイマジンと戦い続ける、仮面ライダー電王キャスト、2号ライダー桜井優斗役を演じる、中村雄一について、仮面ライダー電王のキャスト、桜井優斗役を演じた中村雄一は、一時期、うつ病を患い活動を、休止していましたが、療養を経て再度活動を、再開されていますね。生年月日、1987年10月8日、出生地、神奈川県横浜市南区、血液型、O 型、身長177cm、体重61kg、出身高校、神奈川県立、横浜青陵総合高等学校卒業、亜細亜大学経営学部中退所属、チースタープロ、2003年までジャニーズジュニアに所属、2004年7月、第1回 D-BOYS-S オーディションで、グランプリを受賞、同年10月、D-BOYS-S に加入、2005年、仮面ライダー響きに、桐谷京介役で出演、2007年、仮面ライダー電王に、桜井優斗仮面ライダーゼロノス役で、出演、またエンディングテーマ、アクションゼロの歌唱も担当し、曲はオリコンチャートのランキングで、デイリー3位、週間7位を記録した。この出演により、平成仮面ライダー、シリーズの2作品でメインキャラクターを、務めることとなった。なんと、仮面ライダー電王の、キャスト中村雄一は元ジャニーズ、そして仮面ライダー響きにも、出演していたと言うからびっくりです。仮面ライダー電王その他のキャスト、仮面ライダー電王キャスト、直美秋山里奈、仮面ライダー電王キャスト、オーナー石丸健二郎、仮面ライダー電王キャスト、野上幸太郎、桜達、まとめ、仮面ライダー電王の主役キャストは、イケメン俳優佐藤健だった。仮面ライダー電王のキャストをご紹介してきましたがいかがでしたか？主役キャストは胸キュン俳優、佐藤健でした。今回は仮面ライダー電王のキャストごく一部しかご紹介できませんでしたが、電王のキャストは他にもたくさんいらっしゃいます。仮面ライダー電王のキャスト、それぞれの活躍をこれからも応援していきましょう。